こんにちは。ヘメロカリス通信販売花坂 G ネットです。今日は2019年6月9日です。ここ関東でも先週の金曜日から梅雨に入りました。今日は朝雨が降って、夕方頃からなんとか雨が降らず持ちこたえているような状況です。でも今にも雨が降りそうな天気模様です。はい、それでは今日もここ高崎ジャーマンアイリス園からヘメロカリスの開花状況をお知らせします。全体的にまだ花の茎が伸びている状態で、開花はほんの一部しか咲いていません。はい、こちらはミニ系ですね。こちらミニ系のヘメロカリスですが、草丈はこのような感じですね。草丈は20センチ、30センチといったところです。はい、こちらミニ系ですが、交配品種です。赤色の花になります。こちらも同じ時期に作り出した交配品種で、ちょっと卵色ですね。卵焼きのような色になっています。はい、エッグスイートという名前をつけた品種です。こちらは赤系ですね。こちらはそれより少し濃い赤系です。いずれもミニ品種から作りました。はい、こちらはナジャロプリンセスという品種です。花は少し大きめです。はい、こちらにも咲いています。こちらはちょっと中央の赤紫が薄い感じで出ています。はい、こちらは今にも咲きそうなつぼみです。これからどんどん花が増えてくると思います。こちらは交配品種の、種から作った交配品種ですね。いずれも花の茎が伸びています。はい、こちらは1メートルぐらいの花の茎になります。こちらの方で一番初めに咲いたのがこれですね。花は大きめです。大きめの品種についても花が咲き出しました。花の直径は10センチぐらいでしょうか。ちょっと色が微妙な感じです。ヘメロカリスにつきましては、開花時期に雨が少なく地面が乾燥しているような状況だと花の色がよく出ません。雨が少ない時期の場合は水を与えてやって、花の色をよく出すようにしてください。はい、こんな品種が咲いてます。いずれもミニ品種です。交配品種です。こちらも濃い赤系ですね。こちらはオレンジ系ですね。いずれもブラックアイステラとか早咲きの 赤の花を掛け合わせたものだと思います。こちらも交配品種です。はい、中にはこのように色が透けてるような感じに咲く場合もあります。こちらもそうですね。こちらは薄い感じに色が出ています。こちらはブラックアイステラに似てる品種です。こちらは赤で花の中央がラインが出ています。これはフラングホルスというものを掛け合わせた交配品種のような気がします。フラングホルスというのが
交互花のオレンジと黄色の交互花なのですが、中央にこのラインが入っています。こちらも葉の茎が高いところに出ている品種ですね。草丈もかなり高いです。こちらは草丈も50センチ以上、60センチぐらいありますね。こちらが最初に畑に導入したミニ品種のブラックアイステラです。初めに交配したのがこのブラックアイステラから始めたので、この花からできた交配品種が今あちらの方で咲いていたというような感じです。その隣にフラングホルスがありますが、こちらは後半に花を咲かせますね。ブラックアイステラと同じ時期に導入した、初期に導入したものですね。赤い花ですが、これから花を咲かせるところですね。こちらもかなり小さめの花になりますが、これは先ほどのブラックアイステラを掛け合わせたものだと思います。はい、まだ咲いている花はこんなところです。あと1週間もすればところどころで花が見れると思います。そして2週間ぐらいすればある程度の品種の花が見れるようになると思います。はい、雨が降るとヘメロカリスの成長も促進されますので、梅雨の花ですね。ヘメロカリスは梅雨時の花なので、雨がもう少し降ってもらった方が花はきれいに咲くかもしれません。はい、それでは今日はこれで失礼します。